の特チームで去年までみんなもこう見てくれてたと思いますけど、プレーさせてもらって鹿児島に帰ってきて僕10年間、サッカーさせてもらって、小学校2年生の時、8歳の時に J リーガーになりたいってテレビで見て、開幕戦を見て目指して22年かかって J リーガーになることができて、で何が言いたいかって言ったら、目標を持って夢を持って常日頃から自分がなりたいものを意識して生活していれば慣れないことないんだよっていうのをみんなに伝えたくて、それぞれ今いろいろ話聞いてたりすると夢を持ってたり強い目標を持ってたりするけど、それってこうただの目標を夢で終わるんじゃなくて、強いものを持ってれば絶対叶うから諦めず突き進んでください。僕下手くそなんですけど、いろんな人に支えてもらって、あと一個はこうやって教えてくれる人がいたり支えてくれる人がいることを当たり前に思わないようにしてほしいなと思います。常に感謝の気持ちを持って、お父さんお母さんもそうだし、みんなのサポートがあるから、こうやってみんなで集まってボール道具があってサッカーができるっていう、こういう環境が与えられていることに感謝して、そういう選手は多分疲れてきたりしんどくなったり自分がきつくなった時に誰かの支えがあるっていう思いを持ってれば、感謝の気持ちを持ってれば、あと一歩っていうところの足が出ると思うので、その一歩が出ることによって自分の夢をつかめるかつかめないかっていうところにつながると思うので、ぜひ今ちょっと長く話してしまいましたけど、感謝の気持ちを持って諦めず突き進めば必ず自分の目標、夢、チームの目標叶うと思うので、ぜひ頑張ってください。ありがとうございました。今日は以上です。はい、ありがとうございます。鹿児島ユナイテッド FC 応援リーダーの田野豊です。よろしくお願いします。今日は鹿児島ユナイテッド FC U15 をちょっとピックアップして皆さんにお届けしたい選手がいるので、ぜひご紹介させてください。自己紹介。鹿児島ユナイテッド FC U15、2年生の小島林志郎です。ポジションはボランチをやっています。はい、ありがとうございます。林志郎君今何年生？中学2年。中2だよね。利き足は左足です。あ、レフティ。プレイヤーで言ったらこう今どういう選手に近いというか目指してるというか、モドリッチ選手とかはの動画とか見て意識してます。見てるんだ、はい、自分の目標とするプレイヤーもモドリッチ選手。はい、モドリッチ選手。じゃあ鹿児島ユナイテッド FC で言えば田辺さん。いやいや、いいよ。そこはいいよ。その俺キープとかレフティーとかじゃないから中原修斗さんとかのプレイヤーを参考にしてます。なるほどね。中原修斗選手、はい、うまいよね、はい、サッカーを始めたきっかけは父がサッカーの指導者をしていて。はいはい。どこで？今は外部としての松陽高校の指導者です。鹿児島の公立で頭のいい松陽高校、はい、お父さんがサッカーを教えてて教えてて、まあもう生まれた時から家にサッカーボールがあるような感じだと思って。キャプテン翼的な？なんか自分で何かこう好きで始めたっていうよりは生まれて物心つく時からサッカーがあったって。サッカーあったね、はい、かっこいいね。来ましたが、サッカーを始めたじゃん。もうサッカーが僕のそばにあったと。小学校はどこで？桜ヶ丘サッカースポーツ少年団で6年間過ごしてからユナイテッドって感じです。サッカーだけ？サッカーだけです。6年間、はい、他のスポーツとか他のなんか分野にこう興味を持ったりはしなかった？しなかったです。全く、はい、まあ名門ですよね。結構ずっと強いですもんね、鹿児島では。まあ強いですね、うん、なんでユナイテッドに入ろうって思いました？プロっていう存在が身近にあって鹿児島を強くしたいっていう気持ちもあってユナイテッドに入りました。なるほど。その入学した時はもうユナイテッドは J3 だったよね、はい、ユナイテッドでプレーしたいなみたいなものも思った？まあ、思いました。知り合いとかが多い中でプレーできるのは、うん、
夢ですし。そうだね、自分の地元でね、はい、親もいるし、こう友達もたくさんいる前でプロとしてサッカーできれば幸せだもんね、はい、彼が所属している、鹿児島ユナイテッド FC U15 鹿児島っていうのは都道府県の、チェストリーグ一部っていうところに所属してて、もちろん自分がね在学してるうちに目標としては、はい、プレーリーグに上げるっていうのはチームとしても個人としても目標にしてやっています。自分の左足で、はい、この黄金の左足でやっぱゴール取りたい、取りたい、フォワードがしたいとかじゃない、いやフォワードっていうよりは今監督いないから、せっかくだから、いやフォワードしたいっていうよりはそのボールをたくさん触りたいとか、あーなるほど、じゃあ今のポジションがね今、はい、もしかしたら一番集まるポジションかもしれないです。でも一番プレッシャーを受けるポジションだなって、そういうのも楽しめる、全方向から行くじゃないですか、うん、そういうのが楽しい。すごいね、僕そんな思わなかったですけどね、僕サイドバックとかサイドハーフでもタッチライン、スローインのラインを背にして、しかも後ろから来ることないんで、この安心感がないとサッカー正直できなかったので、15でその先はどうしていきたい？できるだけ早い段階からプロにデビューしたいですし、そこを目指しつつ1年ずつプロに近づいていきたいので、できるだけ早く出たい、最年少記録をちょっと目指して J リーグの、こういう選手たちがこうトップチームを押し上げて本当にチームの力になってくれると思うので、トップチームというか鹿児島のサッカーの発展のためにも、もちろん自分の夢の達成のためにも、 J リーガーっていうものだけで終わる感じの風格じゃないから、どこまで行きたいとかある？世界まで行きたい。具体的にスペインリーグとか、もうスペインずっとサッカーの動画とかで見てて、パスで打開するところとか、うんうん、見てる人を驚かせるね、すごい好きです。そういう選手にじゃあ自分もなっていかないといけないわけで、そのためにはもっとこうイメージを持って努力をしていかないといけないけど、いかなくても覚悟を持ってる感じだから、まずはでもやっぱり今置かれた環境で身近な目標をしっかり達成しながら、やっぱりこういう選手が頑張ってくれると、多分周りで今頑張ってくれてる選手も引っ張られると思うから。2年生のキャプテン、あ目が血走ってますけど、いい意味で。でさっきあの褒めた時も、いや大したことないですってこう言えるっていう、このメンタリティというか考え方っていうのが上に行くんじゃないかなっていう、僕も期待をしながら林志郎君を追っかけていこうかなと思っております。ユナイテッドとして各カテゴリー応援してほしいっていうのと、まあ、自分もまあ少しでも気にかけてくれればありがたいなと思います。素晴らしい、また今後の活躍期待します。頑張ってください。今日はですねアンダー15の新生期待の選手をちょっとピックアップして紹介しちゃってます。こちら、はい、ちょっと自己紹介お願いします。鹿児島ユナイテッドアンダー15 1年生坂口翔太です。坂口陽太君、はい、はい、結構緊張してますけど、はい、陽太君は今言いましたけど1年生、はい、身長は何センチありますか？172。体重は64です。64キロです。足はサイズは27.5。大きいね。今ポジションはセンターバック、はい、ディフェンスだ、はい、早速聞いていきたいんですけど、サッカーを始めたきっかけを教えてください。はい、もともと父が小さい頃からサッカーをしていて、お父さん、はい、プロとかではなく、はい、サッカーが好きで、はい、それで、その父が FC 鹿児島とかを見に行って、僕も一緒に見に行ってて、それでサッカーを始めて。何年生からしっかり始めたのは小1ぐらいから。あ、じゃあもうサッカーっていうものをやりだしたのは、はい、4歳とか、はい、で少年団というかチームに入ったのが1年生から。チームはどちらに？荒竹 FC。 荒竹、はい、あの鹿児島市内の、はい、僕がいつも体のケアをしてもらってた浜川先生という方がコーチでいらっしゃるチームなんですけど、チームとしてはその時は自分がいる時は成績的にそこまで強くは。あ、そう。そういう中で、まあ、その時からディフェンス、センターバック、まあ、センターバックとかボランチとかをいろいろやらせてもらって、プロになりたいって前聞いたことがあるんだけど、いつからそのプロサッカー選手とかになりたいなって、小さい頃からサッカー始めた時から、はい、プロサッカー選手になりたいなって思って、それ以外の夢は特に。なるほど。で今こうやって U15 に入った
理由というか、わけというか、はい、J リーグの下部組織だと、うん、プロになるまでの道筋がはっきりしていて、プロに入るには一番近いチームだなと思ったので、アンダー15に入りました。なるほどね。下部組織ってなると、トップに上がれる可能性もあるし、はい、他のチームとの対戦もあるし、はい、それも考えて自分で。はい、まあ、それも父と話して。話をして。はい、お父さんはこうすごく理解してくれてる感じだけど、自分がサッカーしてるのを毎試合見に来てくれたり、もちろん、はい、まあ、見に来てくれた。ありがたいね、はい、今ユナイテッドは、各カテゴリーに分かれて、アンダー15、3年生、アンダー14の2年生、アンダー13の1年生というカテゴリーで、活動してて、能力が高い選手って言ったらちょっと語弊があるかもしれないけど、ですけどはトップで昇格、トップ昇格して出てるっていう。で、そのトップで出たりもしてたんだよね、センターバックで、はい、自分 の、 そのストロングポイントというか、スピードとか、うん、パワーとか、コート内で声を出してみんなを盛り上げたりとかするのは自信があります。具体的にこういう選手になっていきたいなみたいな、こう、まあ、センターバックっていろんな選手いるけど、まあ、世界もだし J リーグもだし、まあ、いろんなリーグでどういう選手がこう理想か。プジョール選手ですね。あ、プジョールね、はい、やっぱ競争心がすごくて、うん、最後まで諦めずに、うん、ボールを必死に守り続けていて、そういうプレーを見ていて、あ、こういう選手になって絶対にボールを終わらせない選手になりたいなって思って。いや、なるほど。最後の最後までこう諦めない姿勢って、プロでもなかなかね、見える選手もいるけど、プジョルは特にね、試合中仲間をこう怒り飛ばして鼓舞するしね、はい、そういうプレイヤーになりたいな、はい、憧れの選手がいる中で、はい、自分は今プレイヤーとして体現というか表せてるのかな、できてるのかなっていう。あのプレーにはまだ程遠いなとは思います。プロの選手とかの映像を見てたらすごく思います。 U15 は今チームがプリンスリーグの下のチェストリーグ一部っていうところにいるんだけど、はい、上がれそうかな。今年絶対上がって、僕たちの世代はプリンスリーグで戦って、九州でもしっかり戦えるチームになっていきたいな。なるほど。プリンスリーグでやっぱりやった方がいろんな人に見られてるし、はい、こうレベル高いから自分のスキルアップにもなるし、はい、あとなんかこうちょっと下調べをして、はい、憧れの選手がいるっていうのをちょっと聞いてたんだけど、はい、誰ですか？田上選手です。田上さんも最後まで諦めないプレーを、はい、ずっと FC 鹿児島のとこから見てきてすごいなと思いました。あとそのユナイテッドの時1試合出た時に、会場全体の何千人という人たちが出た瞬間盛り上がって、うん、チームの雰囲気も変わって流れを変えるっていうのはとてもすごいことだなと思って、自分もそういう選手にプロになってなりたいなと思ったので、憧れの選手。涙出てきますよ本当に。これねえ、回ってるから泣かないですけど、我慢して。いや、泣いてくださいよ。いやいやいや、もうでも本当にその、はい、僕が FC 鹿児島というチームでやってる時から見てくれてた、うん、でそれを憧れてこのチームに入ってくれてる、うん、ここまでこうやってきた甲斐があるなっていう。何年でしたっけ？10年間やってきて、J リーガーという夢を叶ったのは22年かかったんですけど、うん、8歳から夢見て、うん、自分がちっちゃい時はこういうチームがなくて、泣く泣くこう県外に出て他のプロチームを探してましたけど、うん、地元のチームで、うん、しかも地元のプロの下部組織で自分たちがやってきたことをこう引き継いでやっていってくれるわけで、本当に頼もしいというか、うん、で活躍を期待して嬉しいな。硬いですね。本当に田上豊でいいの、はい、憧れの選手。もう引退しちゃったけど、はい、練習以外のところでサッカーについて考えるとか、まあ、一人でももちろん考えたり見たりすることあるけど、まあ、お父さんがサッカーをやってて試合を見に連れて行ってくれたりとかだったけど、どういうコミュニケーション、家とかではなんか特別なコミュニケーションみたいなのはありますか？父が見た時にやっぱりこういうプレーが大切だよねっていうのを毎回課題点を教えてくれて、自分の試合を、はい、撮ってくれて、それは誰、なんか映像は時々撮ったりとかして、お父さんが、はい、それをまた理解して、こういうところがあ、ダメだからこうしていこうみたいな話をしてもらえる。お父さんと二人でそれを素直に聞くわけだ。はい。じゃあお父さんは結構尊敬できる子を尊敬してるわけだね。はい。でお母さんはどんな感じなの？お母さんも
積極的にサポートしてもらって食事とかそういうところを考えてもらって、ああ食事ね、はい、サッカー選手だったらすごく大事なところになるもんね。だからですね、あの、うん、こういう選手たちを、うん、頑張ってる選手を、うん、もっともっとこうピックアップして、ピックアップしないとこうやってお届けしないとわからない部分とかって多分自分たちが中学生の時とかよりね、すごい目標とかプロに対しての意識とかなりたいんだって夢の大きさ強さとかすごい感じるんで、それはずっと持ち続けてやってほしいなと思います。今こうやって U15 でやってますけど、これからこう上がっていくわけでどういう風になっていきたいかって、はい、夢を教えてください。僕が立ちがプロになるところには多分ユナイテッドも J1 とかにいると思うので、そこでまずしっかり活躍して日本代表とかにも選ばれるような選手になっていく。 J リーグでいいの？今だったらこう日本代表に入っている選手って結構海外で活躍している選手がたくさんいる中で、そういう海外でこう活躍したりとか、それとももうこだわり持って J リーグという日本のリーグで活躍してやっていきたいのかっていう、なんかそういうのがあれば。海外とかもっとレベルが高くてそういうチームに呼んでもらえる選手になれるのであれば、また海外に行って世界で一番の選手を目指していきたいと思います。プジョル選手のような、はい、じゃあまずはこう今ジュニアユースでこうやってるわけで、はい、ここでしっかりアピールして、はい、で両親と協力して、はい、自分の分析もして食事の管理もして、何よりも一番大事なことは感謝の気持ちを、はい、持ってると思うけど常に持ち続けて、はい、やっぱ感謝の気持ちが持てる選手って、はい、最後の最後もう体力がみんな尽きたぐらいの時に誰かのためにっていうプレーができるようになって、きつい時にあのプジョル選手のように頑張れたりっていうプレーができるようになるんで、そこの感謝の気持ちを忘れない。今こう思春期とかいろいろちょうど中学生ってあると思うけど、そこはこう自分の心の中頭の片隅に置いて、あのこれからも頑張ってもらえたらありがたいなと思います。じゃあ最後にたくさんの人見てると思うので、これからどうしていきたいというメッセージと、まあ、下部組織の選手 U12 もあの今年からできて、そういうもしかしたら陽太君を憧れとして見てる選手いるかもしれないから一言お願いします。下部組織でしっかり力を積み上げていって世界でも活躍できるようなすごいプロサッカー選手に目指して頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。いや素晴らしい、本当に頑張ってください。僕みたいな選手になる人はないけど、僕はもう言ってくれたからね、あの全力でこれからも活躍を見ていきたいと思います。